はい、どうもサンドでございます。ジョジョピとやっていきましょう。ステップアップガシャステップ3回していきたいと思います。前回スクワターで、もらった虹の宝箱から300個出たので、ステップ3やっちゃいましょう。ステップ1神引き、ステップ2爆死と来てるので、まあ、ステップ3はまた神引きでしょうということで、最後1枚は確定してますね。いきましょう。2枚以上、とりあえず川尻狙いですね。ゆかこ、ロハンも持ってないです。さあ来い、神引きと信じています。1枚目、おーし、賢者な。さあこれは神引きの予感。2枚目、三木高。サイコロが来たということはロハンが来るんじゃないかな。3枚目、はい、いるぞ。さあ神引きですね。4枚目、赤ちゃん。もうまだかかるか。5枚目、狭間だ。6枚目、セッコ。お、なんか久しぶりに出ましたね。6枚目スキルマンになりました。6枚目、ブラフォード。7枚目、うん、でかいエシギッシー。8枚目、お、ペシゴールドだ。オッケー、持ってない、神引きでしたね。もう1枚必ず出ます。9枚目かな。うわ、賢者な。さあ神引きが止まらないスキル3になる。あ、これあれか、確定枠か。いや、まあ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 、川尻は出なかったものの、お邪魔パネル優先でランダムなパネルを連続で消去し、パートナーパネル優先でランダムなパネル強化。消去&強化ですね。 OK、 とりあえず持ってなかったので OK。 賢者なが、スキルが軽くなっただけですね。はいはいはい。まあ神引きでしたが、惜しくも川尻はゲットならずと。ステップ4、300ですね。うん。まだイベント終わってないんで、全部。回収したらいけそうですね。まあ、ステップ5までやっちゃいそうな気がしますけどね、結局。とりあえず今回はこちらで終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。じゃあまた。